エッピンゲンは、ドイツビュルテンベルク州北西部の都市。ハイルブロンの西約 22km、カールスルーへの北東を約 41km に、位置する。この都市は、ハイルブロンを上級中心とする、ハイルブロンフランケン地域連合のハイルブロンを、中心とする、中級地域圏に含まれる。エッピンゲンは、ネッカーズルムに次ぐハイルブロン郡第二の都市であり、 2002年1月1日から大規模軍都市となっている。エッピンゲンの気候、エッピンゲンは暗い日顔に位置する。主にエルゼンツ川の砂岩及びヒルスバッハ川がエルゼンツ川に注ぐ河口付近に広がっている。エッピンゲンに隣接する市町村は北東から時計回りにイットリンゲン、キルヒャルト、ゲンミンゲン、シュバイゲルン、ブラッケンハイム、ギューグリンゲン、 プファフェンホーフェン、サーバーフェルト、ズルツフェルト、クライヒタール、エストリンゲン、ジンスハイムである。エッピンゲンは、ゲンミンゲンおよびトリンゲンと、行政共同体を形成している。エッピンゲン種は、中核地区である、エッピンゲン地区よび、アーデルスホーフェ地区、エルゼンツ地区、クラインガルタ派地区、ミュールバッハ地区、リーヒゲン地区、ロールバッハ地区からなる。この種は、 985年に、オットー3世から、ボルムス死教に与えられた、入植地として、初めて記録に残されている。地名のイング EN は、ゲルマ民族の大移動時代の入植地に見られる、もので、3世紀、または4世紀頃のアレマン人の時代に命名された、ものと考えられる。プファフェンベルク付近の豪華党遺跡から、フランク人もこの地に定住していたことが、 証明されている。エッピンゲンは、11世紀に、ザリエリ家の、12世紀には、シュタウフェン家の所領となった。1188年には、防衛施設を持つ村として記録されている。おそらくは1192年に、ハインリヒ6世によって死に昇格された。1219年、この年は、フリードリヒ2世から、バーデン・バーデン編教1ヘルマン5世へ担保として、与えられた。 その後、たびたび仕入れされたが、都市圏は維持され、これが侵害されることはなかった。1364年にニーダー・ミュールバッハを、1372年には、オーバー・イコール・ミュールバッハを獲得した。1435年に新しく大きな、教区教会の寄稿式が行われた。1462年にバーデン・プファルツ戦争で、プファルツ選定校、フリードリヒ一世が、 バーデン・バーデン辺境白カール一世とビュルテンベルク博ウルリヒ五世に勝利し、エッピンゲンはプファルツ選定考領となった。1469年から1520年頃までは、原民元家に七入れされている。15世紀から16世紀にエッピンゲンは経済的な繁栄期を迎えた。これに伴い、1421年には、 最初のラテン語学校が設けられた。プファルツ継承戦争に伴い、1693年から、エッピンゲン都市テープバッハの間に、帝国軍の本陣が設けられた。これは、バーデン・バーデン編共白、ルートビヒビルヘルム式化の軍勢であった。1695年から1697年まで、エッピンゲンラインが引かれた。18世紀には、 旧市街の北に貧しい日雇い労働者のための、世リ院のある、住宅地リンセンビエルテルが整備された。1840年頃のエッピンゲン1803年に、エッピンゲンは、バーデン領に組み込まれ、1813年には、別ルクアムトの本部所在地となった。その後、現在、エッピンゲンに残る多くの建築が建設された、最盛期を迎えた。 1823年には、視聴者が建設され、同じ頃、アーデルスホーフェン、ブレッテン及び、ラッペナウへ通じる三つの街道沿いに、ほぼ同じような規模のモデル農場が建設された。1859年から新古典主義の文教及び、館長街が建設された。この都市には、バーデンで2番目に古い農業学校が残されている。19世紀の終わりに、エッピンゲンは、 鉄道網に結ばれた。行政改革により、1924年に、別クアムとエッピンゲンは廃止された。この都市は、別クアムとジンスハイムに編入され、1936年から、ジンスハイム軍に改正された。第二次世界大戦では、砲撃と空爆で大規模な建物の破壊がなされた。約100棟の建築が、全壊、さらに約100棟が10度から、 中旅の被害を受けた。1971年と1972年に合わせて6つの隣接市町村がエッピンゲンに合併した。このうち5つはジンスハイム軍に属す松村、残るクラインガルタ派はこの時までハイルブロン軍に属していた。拡大したエッピンゲン市は従前通りジンスハイム群に属したが1973年1月1日の 再編時にこの軍は廃止された。これに伴いエッピンゲンは、シュトゥットガルト行政管区のハイルブロン軍に属すこととなった。こうして、バーデンの都市であったエッピンゲンは、ビュルテンベルクの都市であるシュトゥットガルトに管理されることとなった。この区分には、例えば教会やスポーツクラブは追従せず、現在もバーデンの組織に属している。2000年には、 エッピンゲン市の人口が2万人を突破した。市の行政当局は2001年の初めに大規模軍と市への昇格を申請し、バーデンビュルテンベルク州の州政府は2002年1月1日にこれを発行した。カトリックの市教会、エッピンゲン市はもともとシュパヤー市教区に属していた。1555年にプファルツ選定公領,領の宗教改革に際し、 ルター派の信仰がもたらされたが、1562年に、領主によりカルバン派の信仰がもたらされた。その後、エッピンゲンでは長い間プロテスタントが優勢であったが、領主が変わるたびに、合計11回も、その信仰を変えていった。ところが1698年に、エッピンゲンに、再びカトリックの聖職者がやってきた。その後、 それまでは個人ごとにバラバラに信仰していた信者たちは近隣の教区に統合された。1707年に死の一つだけの教会が分割された。カルバン派が長堂、カトリックが内人を使用した。一方ルター派は1750年頃にはペーター礼拝堂を宗教行事に用いた。プロテスタントの両派は合併し、1821年に 福音派プロテスタント教会エッピンゲンは、バーデンプロテスタント地方教会に組み込まれた。エッピンゲンは、教区の本部所在地となった。この教区は後に廃止されたが、さらにその後にエッピンゲンバートラッペナウ教区として、新たに組織された。この教区は、2005年1月1日に、ジンスハイム教区と統合され、暗い日がう教区となった。1878年に、 プロテスタントの教会は、現在のネオロマネスク様式の教会堂を建設した。これにより、主教会は再び一堂全体が、カトリックのものとなった。プロテスタントの教会組織や教会堂は、エッピンゲンの宿であるアーデルスホーフェン、エルゼンツ、クラインガルタ派、ミュールバッハ、リーヒエンにも存在していた。クラインガルタ派の教会組織は、エッピンゲンの宿では、ただ一つ、 ビュルテンベルクプロテスタント地方教会に属していた。地方教会の布教活動は、アーデルスホーフェン生活センターや進学セミナーがある、アーデルスホーフェンで行われている。エッピンゲンには、この他に、メソジスト教会も存在している。エッピンゲンのカトリックは1810年まで、シュパヤーシ教区に属していた。1810年からは、 かつてのシュパイアー領主司教区、マインズ領主司教区、ボルムス領主司教区のラインウガンの領域を管轄するブルフザール司教層大陸に含まれた。その後1821年にバーデン大公国のフライブルク大司教区が新たな司教区として創設され、1827年に初代大司教は管理機関をこの都市に置いた。それ以来、エッピンゲンとその周辺地域は、 この大四教区に属す。エッピンゲンには、ブレッテン教区監督官がおり、現在15の小教区が、その管轄下にある。エッピンゲンには、新首都教会もある。また、イスラムトルコ教会のモスクもこの都市にはある。ユダヤ人は、14世紀にはすでにこの都市に住んでいたが、1348年から1350年の、ペストの時代に迫害を受け、犠牲になったり、 ハイルブロンへ移住したりした。15世紀から16世紀には少数の家族が住んでいたが、1549年から1659年には、エッピンゲンにユダヤ人は住んでいなかった。17世紀の終わりからユダヤ人コミュニティは拡大していき、1736年に10家族54人が暮らすまでになった。1749年に、 初めてユダヤ人学校が設けられ、1772年には、キュファー通り2番に新しい建物が建てられた。1818 18年から1819年に、ヘルベルクの頂上に、ユダヤ人墓地が設けられた。ユダヤ人コミュニティが最大となったのは1839年で222人が、この年に暮らしたが、その後、著しく減少していった。 1872年から1873年には、カイザー通りに、新しいシナゴーグが建設された。この年の信者たちは、1827年から、ジンハイム教区に、1877年からは、ブレッテン教区に属した。1875年には147人の信者が、いたが、1900年には124人、1925年に71人、 九百三十三年には六十人と減少していった。新しいシナゴーグは九百三十八年に消失し、九百四十年に取り壊された。九百四十年までに大部分のユダヤ人たちはエッピンゲンから去っていった。最後 M でエッピンゲンに残った四人のユダヤ人は九百四十年十月に国外に移送され、九百四十二年までに 殺害された。各時点での地域の人口推移を以下に示す。数値は国勢調査、または各時点での統計局による推定値である。エッピンゲンの人口エッピンゲンの市議会は13人の議員からなっている。議会ではこれに議長を務める市長が加わる。アーデルスホーフェン、エルゼンツ、クラインガルタ派、ミュールバッハ、リーヒエン。 ロールバッハの各区にはそれぞれ区議会と区長が置かれている。また、各区には市の行政当局とは別に区の行政機構もある。第二次世界大戦以降の市長を以下に列記する。図柄、左右に分割。向かって、左は、金字に赤の斜め体。向かって、右は、黒字に赤い爪と赤いくちばしを持つ金の足。市の旗は、 赤から金である。バーデンの紋章であるナナメタイは1454年のエッピンゲンの印象にすでに現れていることが知られ、19世紀にプファルツ選定公領となるまでは、これだけがエッピンゲンの紋章であった。19世紀後半にエッピンゲンは短い期間ではあったが、別の印象を用いた。かつて帝国直轄の村であったことを示す、帝国の和紙の門が、 背景と色を取り替え、紋章の向かって、右半分に描かれた。エッピンゲン氏の紋章と、旗は、1958年2月14日に、バーデンビュールテンベルク州内務省の認可を得た。エッピンゲンは、新しい観光街道である、ドイツ木組の家街道の南側に位置し、多くの見どころがある。旧大学バーディッシュランドブナブルックスルは、 市民ホールで月に一度定期的に演劇を行っている。市内にある劇場は、バーブシカ劇場とパパタマリオネットバラエティ劇場である。旧大学は、現在、私立博物館兼木組建築博物館となっている。この博物館には、ミュールバイハ地区とリーヒエン地区に別館がある。ラウスミューレは、民族文化の詩的なコレクションを展示している。 コレクションの重点は民族呪術と民間信仰である。ハルトバルトでは17世紀のエッピンゲンラインの移行を見ることができる。この街のサッカークラブ VFB エッピンゲンは1974年10月26日にこの都市を有名にした。当時北部バーデンアマチュアリーグ一部でプレーしていたこのチームが DFB ポカールの試合で ブンデスリーが優勝チームになったこともあるハンブルガー SV2 に1で勝利し世間を驚かせたのであるこのチームは1980年から81年のシーズンに1年間だけブンデスリーが2部南部地区でプレーしたことがあるエッピンゲンはアウトバーン A6 号線にジスハイムイコールシュタインまたはバーとラッペナウのインターチェンジを利用しアクセスするまた 連邦道 B293 号線、カールスルーエハイルブロン間が地域を通っている。しかし、この道路はバイパスを利用して、市中心部を迂回している。公共交通機関としては、暗い日がう鉄道を利用して、1997年6月1日に、開通したカールスルーへ市電 S4 号、カールスルーエブレッテンエッピンゲン線が通り、 エッピンゲン駅及びエッピンゲン西駅がある。この路線は、1999年9月26日に、ハイルブロンの支電に接続し、ハイルブロン中央駅まで乗り入れるようになり、さらに2004年には、ハイルブロン市内にまで接続した。また、2005年12月には、エーリンゲンまでの接続路線も開通した。エッピンゲンからは、シュタインスフルトエッピンゲン線もあり、 市内では、リーヒエンに駅がある。この路線は、2009年までに、S ・バーン・ラインネッカーに統合される計画になっている。シデム S4 号線は、ハイルブロンホーエ・ハル近郊交通とカールする上、交通連盟によって運営されている。ジンスハイム・シュタインスフルトからの路線は、ラインネッカー交通連盟に統合運営されている。エッピンゲンの宿間は、 バス路線が結んでいる。エッピンゲンには1835年創業の歴史あるビール醸造所パルムブロイがある。1873年に創業した機械製造業者のジエフィンボッカーは国際的に活動している企業でプレス機や産業機械を生産している。エッピンゲンでの出来事は日韓紙クレーチェガンシュティンメやハイルブラーナーシュティンメに掲載される。また、 ハイルブロンに本社を置き、ジンスハイムに、地方編集局を持つラインネッカー・ザイトゥングにも、エッピンゲンやクライヒがう地方のニュースが掲載される。エッピンゲンには、交渉人役場と、フライブルク大司教区のブレッテン教区、監督官事務所がある。エッピンゲンには、ギムナジウムが一つある。このハルトマニギムナジウムエッピンゲンは2006年から2007年の、教育学期から開校した。 このほか、実業中学、本家庭及び基礎家庭の学校がある。ありがとうございます。